くよ。君は僕だけの真っ白なキャンパス。どうにかなってしまいそうだ。結婚しよう。塗りつぶすんだな。俺の色で染めてやるよ。染めてやるよ。ああ、なんかみんな真面目にやるんですね。違う。普通のやつしか来なかった。ああ、なるほどね。いや、普通に恥ずかしいよね。普通のやつしか来なかったら。ケーキコラボの時に山上さんがリリさんがめちゃくちゃかっこいいっていう風に言ってたから、そのかっこよさ見せてくれることを俺期待してる。なんかあいつ素敵だよ。すごい、ちょっと待って。うん、すごい下なんだけど。顔が。あ、わかる。まあ、いった。オッケー。どうせ動か。一番いい顔で止めて、ね。一番いい顔で止める。トイス。言うな言うな。たゆまぬ努力はね。あ、無理だ。かわいい。かわいい。笑顔で。ニッコニコや、ニッコニコ。これ本物言えばいいの？うん。ちっちゃい声でね。ちっちゃい声。ちっちゃい声だよ。ちっちゃい声。なんで睨むんだよ。睨んでないよ。よし、やりますよ。うん。うん。あ、これこのまま言えばいいの？笑うなよ。うん。我慢できないんだ。君と僕のバージンロード。結婚しよう。違うね。違うね。ユーヒリもっとエッチなカード持ってる。出したくなかったからこうなったんだ。お姉ちゃんが持ってんのに出さないんだもん、この。いきますよ。君の金、あ、間違っちゃった。失格。失格。マジでさ、反省は。もう一回。やった。一回。もう一回やる。もう一回やる。君の金、消し去ってあげるよ、おばあさん。昼ドラ？誰？怖い。誰？ドラの猫じゃん。そう。これ男の人に言うことじゃないな。おばさん。そういうことじゃない。泥棒じゃん。そういう。そもそもプロポーズで言う言葉じゃない。男女関係なし。いやー。いきます。僕だけの天使。誰よりも君に夢中さ。結婚しよう。はい。これはね、戻しましたよ。温度差なんだな。本来のゲームね。他の人に見えないのが残念だけど、言い終わった時の人の表情が一番面白い。あ、確かに。うん、あ、マジでそういうとこすげえ嫌いだな。ありがとう。褒めてもらって。